これを見ればドイツ IDS に行った気になれる日本全国の鹿を愛する皆様こんにちはメノンです今日の動画ではですねドイツで行われました IDS2023 私3月中旬ですかねちょうど行ってまいりましてどんな感じだったのかなというのをねこの動画ではお話ししたいと思います はい、えー、今回ですね、2023、えー、IDS ですね、まあ、世界最大のデンタル庁、えー、こちらがですねドイツの、えー、ケルン、こちらで開かれました。前回はちょっとやっぱコロナということもあって、一応開催はされたんですけどね、出展企業も少なく、まあ、当社もですね前回の参加はですね、見送ったので、まあ約4年ぶりですかね、えー、久しぶりにですね、IDS の方に行ってまいりました。今回ですね、もう1ホールですね、ゴンと増えてまして、まあ、ちょっと会場がまたちょっと広くなってたんですよね。 まあ実際ですね、まあ五日間ですねあるんですけれども、まあ当社もですね、まあ初日からフルフルで動いてやっとね全部なんとかギリギリ見れたなというぐらいですね非常に大きかったっていうのはまあ今回ね驚きでした。はい、えっとではですね、まあこの I D S に関しまして、私がですね、まあ五日間見てきてまあ思ったことですねお話ししたいと思います。えこの動画ですね、まあちょっと三つのキーワードでねお話していきたいと思っています。まず一つ目がデジタル化、え二つ目が自動化、三点目がですね、まあ航空内のビジュアル化と。 この3つのつ、ね、キーワーワドでお話し,したいいと思います、はい、まず1つ目、ですねデジタル化というところのキーワードになるんですけれども、一番やっぱり最初に思ったのは、デジタル化、ここに関して、ですね世界はかなり先を行っているというのを感じました。IDS というのは、ですね複数のホールがあって、ですねホールごとねやっぱちょっとこうテーマというのかな、があるんですけれども、特にですね今回あの、いわゆるそのデジタル機器ですよね。 国内スキャナーですとかまあキャドカム、まあこういったものが展示されているホールというのは、本当、最初からね最終日まで、本当にこう活気があって、多くの人が見に来ていました 3D プリンターに関して言うと、結構ね、メタルプリンターですね、えー、この展示が結構多かったなという印象を受けました。 え昔はねメタルプリントって言うとまあ結構も大手のねある程度ちょっとプレイヤー限られてたんですけども県外あると小型でね割とこう以前よりはああ求めやすいまあそれでもやっぱりねかなり金額をするんですけれどもまあそういったメタルプリンターが展示が多かったのとまあ聞くとですねやっぱ結構ヨーロッパとかアメリカではえどんどんも使われているということですね日本だとまだねなかなかこう金属でのまあプリントってあのなかなか臨床ではね使われている少ないと思うんですけれどもまあヨーロッパそれからまあ中国ですとかまあそういった国 ではもう実用レベルでかなり使われているまあそんな印象を受けました。あとまあ 3D プリンターのねまあ結構あの樹脂のメーカーさんも多かったですね。まあそういったものもあったですね。よりこう 3D プリンターのはよりまあ普及期に入った、えー、いろんなラボでもう普通に使われ始めているまあそんな風に感じました。二つ目のキーワードは、えー、自動化です。まあこれはですねやっぱりこのいわゆるこう人不足っていうんですかね。これは多分もう世界中で起きているんだろうなと思ったんですけども。 やはりその業務をできるだけ効率化する、まあ、そして自動化していくと、えー、そういう商品がすごく注目を浴びていたなというのもちょっと思いました、まあ、3D プリンターもです、ね、まあ、いざはプリントするだけの機械だったのが、今はです、ね、一つのまあ筐体の中にです、ね、積層とそれから線状、それから光重合ですね、まあ、これを一連の動きをです、ねまあ、自動でやってくれる、まあ、3D プリンター、複合機っていうんですかね、これも結構、ね、注目を浴びてたなと思いますね。 あと結構ねびっくりしたのがあのこういったですねまあアライナーですよね、矯正用のマウスガード、こういったアライナーを自動でねカットする機械、これもですねいくつかま展示はされてたんですけれども、こんなにたくさん症レース、本当に できるのかなというぐらい、ですね、まあ、こんな大きな、ね、自動製作機なんかもありましたし、多分海外は1か所の、ねまあ、プリントセンターですがそういったところが多くの、まあ、省略をガーッと集めてです、ね、効率よくやっていく、一挙集中して生産量を多くすることで、まあ、1つ当たりのコスト、それから1つ当たりの時間を削減していくというところが、ね、どんどんちょっと進んでいるなというのも、ね、ちょっと今回思ったことです。はいえー、3つ目のキーワーワドは 航空内のビジュアル化とというところなんですけれどもこれとしてはねチェアサイドな製品群の、ね、お話になるんですけれどもここもです、ね、結構やっぱりあのマイクロスコープとかねそれから航空内カメラ、まあ、こういった口の中をこうビジュアル化して患者様と、ね、コミュニケーションしていく、まあ、こういったものに特化した、ね、製品っていうのが結構展示しているメーカーさんが多いなという印象を受けました。 でまあ、マイクロスコープもですねいわゆるこう覗き込むタイプのものが、まあ、あの主流だと思うんですけれどもやはり 3D ですよねあのこうゴーグルをかけて 3D のスクリーンで。 立体視しながら見ていく、まあ、こういった、ね、マークロスコープの数もね結構ちょっと昔に比べると結構見たなという印象があるのでやっぱりその先生方もねよりビジュアル化して、まあ、患者さんにこう説明するそしてまあ治療についてね納得していただくっていうところによりこう苦労されてるからこそね多く展示されてたのかなと思いますけどね。 でででその中でもですねやっぱりちょっと思ったのは、やっぱり航空内スキャナーですよね、えー、これがですねかなり多くのねメーカーさんから展示されていましたし、まあ、実は私もですね、えー、各社こうスキャンニングをねやってみたんですけども、やっぱ一昔前のね航空内スキャナーに比べるとかなりスピードですとか精度。 これが上がっているので、まあ、昔はこれ取こるのにテクニックがいるなんてねよく言われてたんですけれども、まあ、最近の航空内スキャナーというのはかなりこうね誰が取ってもあの一定のクオリティで取れるぐらいですね性能がまあ上がってきてるなというのを感じました以前ね行った時ってのはやっぱりヨーロッパ勢のメーカーさんが積極的に展示してたなというのがあったんですけれども、まあ、今回本当にですねいわゆる低価格化そしてアジア化っていうんですかね、まあ、中国ですとか韓国のメーカーさんのブースっていうのは本当にねすごく活気がありまして実際製品を見ても ですね、非常に価格に対してのまあパフォーマンスですよねこれがすごく高いなというのを感じましたでです、ね、結構あのヨーロッパのねいわゆるこうて代理店っていうのかな結構ね自分たちでブース出してたんですけども昔はやっぱりそうやってヨーロッパのメーカーさんのものが多かった記憶が僕はあるんですけれども、まあ、今回はやっぱりあの中国とかねアジアのまあメーカーさんの高機能スキャナーをまあすごくアピールしていたのでアジア化っていうのかなメーカー化っていうのは本当に進んでいるし、まあ、それを積極的にまあ売る代理店のようなプレイヤーも増えてきたなというのを感じました はい、以上ですね3つのキーワードで、まあ、IDS の、ね、外観を皆様にお話しさせていただきました。まあ、今回、ですね一、まあ、つね、まあ、ちょっと全然展示会とは別のところで思ったのがです、ね、やっぱりこう物価ですね、やっぱりこう海外の物価っていうのは、まあ、日本って今かなりこう離れてきてるなというのを思いました、まあ、例えばですねこう食事を一つとってもです、ね、10ユーロぐらいですね持って簡単な食事をしようというのはなかなか難しいですね、特に、ね、IDS の展示会場ってねレストラン高いんですよね。 なんかあのポークカツレツっていうのかな,なかこれになんかちょっとじゃがいもをこうに転がしたようなやつがくっついただけでですねもう3,000円4,000円取られちゃうんですよねでそれを毎日やらなきゃいけないということで結構ですねこのレストランの物価が高いなというのもありましたいかだけねちょっとあのドイツの食事に疲れてラーメン食べに行ったんですけどもこのラーメンがね普通にうまい全然ですね日本で食べるラーメンと全く損じもな,なんなだちょっとねおいしいなと思ったぐらいですね 非常にレベルの高いラーメンを食べることができましたただやっぱりコストは高いですね、まあ、ざっくりラーメン1杯2500円とか3000円とか、まあ、それぐらいやっぱお金を払わないと食べられないと、まあ、やっぱりね物価の違いというのを感じた、まあ、改めてです、ね、日本のいわゆるこうファーストフードの、ね、レベルが高いんだということもね改めて感謝したという次第でございます。 えー、あとですね来てる方たちを見て思ったんですけど少し前の IDS ってやっぱりこう結構中国とかねあのアジアの方が来てるなという印象があったんですけど、えー、今回に関して言うと結構ね日本人のが割とアジア人の中で目立ったかなという印象を僕は受けましたねなんかあまりこう中国の方、まあ、当然来てるんですけどもそんなにたくさんこう仕掛けてきてるようなイメージはなくてですねままだまだちょっと、ね、あの渡航制限っていうのが あるのか、まあ、もしかも中国のデンタルショーがねかなりこう、えー、大きくなってきているので、まあそこでまあ,ある程度満足されているのかもしれませんけれども、結構アジア人が来てた中では日本人の方が僕は見た気がしましたね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ今回ですね、IDS 2023にまあ,あ行ってきたね感想です。お概要レベルでね、えー、皆さんにお話しさせていただきましたけれども、まあ正直ですね、やはりその IDS にいってこういわゆる画期的な技術とかね、正直ねそんなには。 まあなかったんですけれども、まあ、どちらかというと、まあ、ここね過去10年ぐらいやってきたこのデジタルというのがさらにぐっとね出てきたところから今不及期、ね、に入ってきてるんだなそこに関してやはりちょっとね日本というのは世界から少し遅れを取り始めてるなと,というのも感じました。 はいですねまあ、ちょっとまあ技術的には、ね、リハインド気味になってきてるんじゃないかというお話をさせてもらいましたけれども、まあ、一方で,です、ね、日本のメーカーさんいわゆるこう大手の、ね、メーカーさんが大々的に、ねえー、展示をしている、まあ、そういうのもねです、ね、やっぱりありましたのでまだまだ日本ここにありというです、ね、ちょっと勇気も、ねえー、もらったと。 ざいますはい、えー、いかかがでしたでししたょう名難、えー、チャンネルではこのように、まあ、最新の歯科技材ね、まあ、今日のような、えー、展示会のレポートなんかもこれからね積極的にやっていきたいと思いますので是非ですねチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それでは